皆さんこんにちは、武田塾の武田です。清水です。今回のテーマは学校の宿題どうする問題、徹底討論やっていきたいと思います。学校のね、宿題結構困らせられてると思うんですよ、はい、武田塾も生徒一人一人にその子に合った勉強の計画をこう作っていくわけじゃないですか。生徒さんから1週間後言われるのは、学校の宿題が忙しすぎてもう武田塾の宿題それどころじゃなかったですと、学校の宿題で苦しんでるみたいな、そういうことってめちゃくちゃ多いなと思ってて、武田塾は敵だと思ってますで、そんな話は置いといて、現実問題、学校の宿題とどう向き合っていくのがいいのか、理想の形を、多分意見違う部分もあるだろうし、うん、一緒の部分もあると思うんで、うん、話していきたいなと思うんですけど、はい、スタンダードであるのはやっぱり英語コミュニケーション、はい、英語長文をノートに書き写してこいとか、はい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 、それを全部訳してこいみたいな、はい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 、予習型の宿題多いですよね。確かに確かに。英表とかの方の文法もやっぱり事前に問題解いてこい、はいはいはい、まあ、やっぱり予習系が英語に関しては多いかなっていう風な印象です ね、うん、ですね。似てるのが古文か、文章をノートに写して、はい、現代語訳を自分なりに作ってこいみたいな、はい、たまにね、教科書ガイドとか使って怒られちゃう、それ教科書ガイドの訳だろうみたいな、ね、はい、バレて怒られちゃうみたいなことあるかもしれない、ね、ネットで和訳とか現代語訳探すみたいなね一番大変なのは数学の宿題じゃないですか。そうなんですよ。4ステップサクシード系を次回の授業までにここまで解いてきなさいとかっていうのは多い印象ですね、はい、うん、こんな宿題をみんなは一生懸命やってて大変だとは思うんですけど、はい、どんなこなし方がいいのか、過激な高ターン言っていいですか。宿題理想は全無視もったいないよみんな学校の宿題なんて、はい、クオリティめちゃめちゃ低い参考書なわけですよ。学校の先生の力がなかったらみんなが使ってる本は市場に流通していない、売れないです正直言って。学校の先生と作ってるなんとか出版みたいなところがすごい仲良しだから学校の先生が仕方なく使ってるみたいな癒着の産物です。過激ですねこの前都立青山高校で後輩の子が来てくれて、清水、はいはい、先生の出身校、ね、そうですね、10年経ってないぐらいなわけですよね、はい、変わってないんですよ教材。この8年とかでどれぐらい参考書が進化したかって、はい、まあ、我々からしたらもうとてつもない進化したわけじゃないですか。です、ね、採用されてる教材一緒なのみたいな、うん、学校の先生が自分たちが使ってたものも全然あるレベルですよね、はいはい、クオリティの低い問題集、問題はいいとしても、はい、解説は正直言って全然ないわけじゃないですか。それはもうクオリティ低い、独学だとできないよねって言わざるを得ないです。でそんな教材を一生懸命やってる時間が僕は一番もったいないと思います、うん、高校卒業できるんであればもう宿題も全無視して、武田塾がおすすめするようなクオリティの高い参考書をやる方が伸びると思うんですよね、はい、時間は平等です。みんなに与えられた時間は平等で、その中で無駄な時間に当てるのか伸びる時間に当てるのか、選択を早く覚悟を持って決めた方がいいと思うんです。捨てる勇気を持とうみたいな。そうですね、放送禁止レベルのことを言っちゃうんですけど、はい、高校の宿題は答え全部移していいよ。宿題を瞬殺する方法を考えてください。一瞬でどうやって終わらせられるのか何が一番の問題かっていうと、はい、みんなが分かんない問題を悩んでる時間や考えてる時間がめちゃくちゃ多いわけよ。この問題どうしたら解けるかな、うんうんうんってこうね、うなりながら、はい、分かんないね分かんないなって言ってる時間が一番の無駄、はい、実際武田塾生とかよく話す話なんですけど、勉強時間って無駄を削ることってすごい大事じゃないですか、はい、2大無駄時間が悩んでる時間と作業時間なんですよ、はい、あーなるほどね。これの極みになってしまうのが学校の宿題って多いんですよね。あ確かに、英語の長文を文章を全部ノートに移して、はい、電子辞書でいろいろ単語とか調べながら、はい、自分なりの訳を作る時間、これってこれ作業時間に当たるの。作業時間、数学の例えば4ステップとかが答えなくて、うん、はい、一問一問はどうしたら解けるのかなって悩んでる時間は悩んでる時間になるから、 それも2大無駄のうちの両方が学校の宿題には含まれてると。そうなんです。受験生に伝えたいのは、はい、全部を全部ちゃんとやれる人っていないと思ってて、ほぼ、あ学校の宿題も完璧です、武田塾の参考書も完璧です、はい、部活動も完璧、学校行事も全力、はい、生徒会もやってます、はい、みんなそんなことできるんだったらみんな東大行けると思うんですよ、はい、実際にはほぼほぼみんな無理なわけじゃないですか。そんなことやるのって、ね、やるべきことを選んで、はいはいはい、そこに集中するっていう思考が大事だと思うんですよね。やることを決めて集中するってことは、うん、やらないことを決めて捨てるっていうことも同時に必要になってくるんで、なるほどね、はいはい、あなたにとってはどっちが選択して集中すべきものなのかっていうところは考えてみてほしいですね。なるほど、選択と集中か、ね、じゃないと伸びないよと。効率悪いことに時間投資してて成績効率よく伸びる未来っていうのはなかなか見えないですよね。清水先生は学校の宿題もこうやったら使えるよねみたいな話してくれるのかなと思ったら、はいはいはい、過激寄りっすね。いやもう基本的にはそうですよ、あの効率大好きなんで。あなるほどなるほど、はい、生徒のレベルにもよると思っていて、はい、学校の宿題を余裕でこなせますよっていう上位層なのか、はい、学校の宿題めっちゃ辛いですっていう苦手な層みたいな、上位層は学校の宿題は手の運動みたいな状態になってるわけじゃないですか、はいはい、苦
しいのは階層の子たちですよね、うん、学校の宿題が今のレベルが合ってない、もっと昔につまずいてる、はい、昔から戻るしかないんですよね。今のむずい宿題を食らいついてやっても結局レベルが合ってないから、やったとしても伸びる保証って全くなくて、ちゃんと自分のレベルに合ったところまで戻ってそれを埋め合わせていった時にやっと学校の宿題についていけるようになると、まずはそこを目指してくれよって話はしますね。学校の宿題って高度ですよね。いやレベル高いと思いますよ英語の文章を訳せるんだったらそもそも英語の授業受けなくていいじゃんみたいな、うん、訳せないから授業受けるんじゃん、訳してきて、訳してきて、訳せる前提みたいな確かにね。だったらもう最初単語で1ヶ月頑張って覚えて、はい、調べなくていい状態作った方が英語だと早いよねって話だし、そうそう、数学も答えのない問題を大量にやらせるよりも、はい、分かりやすい参考書で先に解き方を覚えてから演習で4ステップとかサクシード使った方が効率いいよねとかなんで解説なしで勉強できると思うんだろうみたいなところ、冷静に考えたら腹立ってきましたね。なんか解説なしで効率いい勉強できるわけないじゃんみたいな、わけないし、学校的にもサクシードとか4ステップとかこの数学の問題集はもうできなきゃダメだよレベルで話すけど、うん、意外とレベル高いことやらせてるんだよっていう、はい、できなくてもそれ恥ずかしがることではないし、うんうんうん、ちゃんと自分のレベルに合うところから復習をすべきだよというふうに思いますね。クラスの中で 2,3 人とか最上位の子たちが、まあ、ついてこれちゃう人がいるんでしょうね、うんうん、全員が全員ついてこれなかったら学校の先生もさすがにそんな宿題出さないと思うんで、そこが基準値になっちゃうのかなっていう、もう昔集団授業僕もしてたんで分からなくはないんですよ。この宿題でこの子たち伸びてんだからみんなそこについてこいよみたいな、こっちに合わせたくなっちゃう気持ちも分かるんですけど、大半の子にとってはもうちょっと適正なね宿題を出してほしいなと思うんですけどね。結論、僕らは学校の宿題に時間をかけすぎることは無駄が多いと思うんですよ。みんなもう薄々気づいてるはず。分からない問題で悩むのをやめましょう。作業の時間を減らしましょう。できるだけ宿題の時間を、今じゃあ3時間かかってるんだったら1時間で終わらせる方法はないかを考えてください、うん、生まれた2時間で今までの復習をしましょう。分かりやすい参考書を使って今までの復習を当てて学校の宿題に早く追いつくってことを考えてください。それが現実的に今みんながレベルアップする方法なんじゃないかなと思います。今の勉強をそのままやってて成績伸びるっていうビジョンがまず湧きますか？難しいまま学校の宿題って悩みながら、気づいたら1日3時間学校の宿題かかってた、そんな毎日で1年後志望校に受かってますか？このままじゃやべえなと、このままじゃ自分変わんないなって思うんだったら勉強法を変えるところから始めてほしいなと、その戦略は僕らは持ってます。近くの武田塾ね、無料塾相談行ってもらって今の状況を全部話してもらえたらこうしようっていうことは言えると思うので、うん、相談に来てほしいなと思います、はい、学校の宿題で苦しむ子を救いたい。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。